お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。今ねエクストリーム1の大会、午後の部大会映像ですってやつで2023年6月11日第2回の大会ですね。こちらの方の、2時間32分37秒もある長いね動画の方を一部拝見してるんですけども、ちょっとお尋ねがあるのは1時間56分17秒の瞬間に戦ってるペアなんですけども、おそらくね65キロアンダーみたいな括りだったと思いますが、まあまあここの両者ってのは最初からものすごいラッシュでね、これほどのパンチやキックを防御ほとんどなく打ち合ってすごいスタミナだなと思ったわけですけども、で1ラウンドはそのまま終わってね、2ラウンド目もだいたい最初から飛ばすわけですよ。でさすがに最後の30秒ぐらいからもうお互いスタミナがね切れてきて、相手が打ったら打つみたいな感じで、なんかお互い休みながら相手が打ってきたらそれに合わせて打つみたいな感じでね、本当にすごく最後までパワーを使い切ってるんだなっていうところと、ラスト10秒って掛け声がかかったらもうねなりふり構わず前に突っ込んでいって、まあ両方ともねなんかそのままダウンするんじゃないかぐらいの勢いだったんですけども、まあすごいねワクワクしましたね。でこのぐらいのスタミナがなければ2分間2ラウンドができないとしたらちょっと怖いなっていうところはありましたね。お互いだから殴られたり蹴られたりするのを無視して突っ込んでみたいな感じなんでね、いや さすがだなと思いますね。まあ超ベテランの2人がやってるんですよこれもね。で、それについての総評があればいいかなっていうのと、この試合ってのは、その次にはもうキッズのチームが入ってくるんで多分探しやすいと思うんですよ。もうだから、まあ一般男性のラストの方なのかなと思うんですよね。でこの試合の1時間56分17秒の試合のカードのね1個前なんですけども、これね1ラウンド中の前半の方でもう最初から一方的だったんですけども、スタンディングダウンを2度食らって TKO になっちゃう試合があるんですよね、でこれはかなりの実力の差があったのかなと思いますけども、でも逆になんでこういうカード組んじゃったのかな、よく分からずに体重だけで組んじゃったのかなって気がしたんで、まあ、これもね、なんかこう想像も入ってくると思いますけども、ちょっとね総評いただけたらと思いますけども、いかがでしょうか。ジェントルマンファイトちょっと見つけられなかったのと、あとはね女性の部がありますよね、レディースの部が。なんかその男性のファイトよりも女性のファイトの方がそのスピードがあるような気がしますね。まあ、体重の問題なのか筋肉のつき方とかの関係なのか、やっぱりねパンチとかキックとかシャープで速いんですよね。その分、残念ながらちょっと男性に比べると軽さは感じるんですけども、でもものすごいね突き刺さるようなパンチやキックがすごく見れたなっていうのですね。で女性が結構多く出てたっていうので、とても全部は見切れなかったんで一部だけだったんですけど、そんな感想を得ました。もしよろしかったらね、防具の方でも総評をお願いします。